今新宿に行って、今日から一泊箱根の温泉旅館に向かおうと思います。一泊4000円ですね。で、旅館を予約することができたので、今から泊まりに行こうかなと思っています。今回ロマンスカー乗ってっていう旅で、一人でいつも通り行こうかなと思っています。めちゃくちゃ景色綺麗ですね、これ。空いてたら少し休憩したいなとも思うんですけど、空いてる店も多くないですね。やっぱしょうがないですよね。箱根湯本から少し歩いて、北条早雲に怒りのお寺、早雲寺の方にせっかくなんで向かってみようかなと思います。今日はすごい暑いんですけど、まあ、天気良くて良かったですね。今日明け方まで大雨降ってたんで、ロマンスカーの窓とかも結構汚れたりしてたぐらいだったんでね。そう考えると雨だとこうやって歩いてなんか暇つぶしできたりとかもできなかったから、ラッキーって思いましょう。ただちょっと暑いっすね。広光りして映ってますかね、これ。うまく。めちゃくちゃ緑豊かで、川の音も聞こえて、水の音ですね、聞こえて、なんかゆっくりできて気分いいですね、本当に。飛燕の滝っていうのが、Google マップで調べたらなんか、写真映えしそうで綺麗みたいな感じで書いてあったんで来たんですけど、旅館の施設の中にあるみたいですね。一応宿泊者じゃなくても入ることができるってあったんで今来ているんですけど、どうなんですかね。まっすぐ進んだらすぐありましたね。あそこにアヒルまでいるんですよね。で、その餌まで売ってます。ここは延命の湧き水って書いてありますけど、なんかすごいですね。なんだこれ。
あ、冷たい。良縁祈願って書いてありますけど、縁結び恋愛成就成就って書いてあるけど、もうまともに友達すらいないんでね、関係ないですね。で、すごいなこれ、ハート型になってる。エマ。へえ。ゴーラニクバスはスイカで買えない、スイカじゃ乗れないみたいなんで、買わないといけないみたいですね。奥にある6番乗り場っていうのが代行バスの乗り場みたいですけど、多分まだ来なさそうですね。待つのかな。今回泊まる宿がここのメルベールホテル、メルベール箱根ゴーラっていうホテルですね。ちょっと早いんですけど、チェックインできるか聞いてこようと思います。無理だったら諦めます。座ってどっかで待ってようと思います。今部屋入ったんですけど、めちゃくちゃ広いですねこれ。宿から歩いて5分ぐらいのとこに餃子センターっていう餃子屋さんがあったんで、そこで少し食べようかなと思います。前の人ももしかしてそうかな。 Google マップで比較的評判良かったんで、まあ入ってみようかなと思います。箱根登山鉄道の駅みたいです。今朝の7時とかですね。カーテン開けて寝たんで、うまく体温の日差しで目が覚めました。深く眠れたんで、なんか体楽ですね。朝ごはん食べに行こうと思います。1階のフロントの隣にあった場所で食べれるみたいですね。チェックアウトしました。今回また会計して4150円だけだったんで、朝食付きでこれだと思うと安いですよね。このあと今日からオープン、まあ再オープンって言えばいいんですかね、彫刻の森美術館が今日から営業再開みたいなんで、ちょっと行ってみようかなと思います。行ったことないんですよね。ぜひ行ってみたいなと思ってたから、せっかくなんで行ってこようと思います。
混んでますね。結局地下街のとんかつ屋にすることにしました。空いてないとこも多いんでね、空いてるだけラッキーです。食べようと思います。14時6分発がどうやら VSE みたいなんで、それで新宿まで帰ろうかなと思います。で、今まだ1時10分とか15分とかなんで、どっか喫茶店スタバかなんかあったと思うんで、そこで充電しながら出発まで待ってようと思います。電車入線してきました。思ったより早い。一番前から見るとやはり綺麗ですね。では新宿到着ですね。改札出ようと思います。では1泊2日の箱根旅行がこれで終了ですね。次行くときは、今回株優とか持ってたから、で旅館も安く泊まれたから良かったんですけど、次行くときは箱根フリーパスみたいなの、そういうの買っていろいろ箱根の中でも回れたらなと思います。